ですけども、ちょうどこの目の前に見えるガラス障子ですね、これが、その昭和3年に入っています。岩倉東美の孫が皇室に嫁いでまして、東伏見宮兼子というんですけども、その人がもらってくれてここに寄贈したということです。おっしゃられてたので、それは普通お住まいさせてもらったところがそこなんです。お前、すみません。